聞こえてますかね、声が。ちらっと。はい。左側の画面の方なんですけれども、解説しながら、プレイをします、バーブと申します。で、右側の方が月月さんとなっております。はい。で、並走やりたいと思っております。ということで、あと1分しかないんですけれども。しじまさんが、さっきちょっと知りたいと言ってた、MV がいつ発売されたかっていうのも、プレイしながら説明していきたいと思っておりますので、よろしくお願いします。まあ結構20分もかからない RTA ですので、まあ気軽に見ていただけると嬉しいです。ということで。はい。よろしくお願いいたします。魔女の家 MV は、コメントにもさっきあったんですけれども、フリー版の魔女の家、フリーゲームがあるんです。今も配信してるんですけれども、2012年の10月に公開されたフリーゲームです。で、その6年後、2018年10月、2年ぐらい、1年ちょっと前に、MV がSteamで発売されてます。で、今では DMM とか他のサイトでも買うことができますので、まあ、そこら辺、買う方がいれば、ご検討いただければと思っております。で、魔女の家、もしかしたら魔女の家ってどういうゲームなのかっていうふうにわからない人もいるかもしれませんので、ちょっとあらすじをざっくりと説明しますと、まあ、今、操作している金髪の少女、ビオラっていう、まあ、痛い気な少女なんですけれども、まあ、なんやかんやあって、森に閉じ込められてしまったんですね。で、その、ビオラが、森から脱出するべく、必要なものを探しに館に入って、まあ、いろいろ、罠とかも、罠とか仕掛けとか、待ち受けてるんですけども、それを華麗に、避けながら、避けながら、探索していくゲームとなっております。そうですね、小説とか、漫画もありますので、まあそちらの方はちょっとゲームを実際にプレイしてから、見ていただけ、見て、いただいた方がより楽しめると思いますので、そちらの方も気になる方は見ていただけるといいと思います。まあ、そんな感じですね。結構音でびっくりさせてくるところは、鬼と結構似てるところがあるなぁと思っております。で、ちょっと説明してる間に2階まで行ったんですけれども、ここ、普通は本棚を使って、まあ、ちょっと迂回していくんですけれども、ここは、まっすぐ、突き入っていきます。あ、で、ゲーム、自分は、ゲームパッドを使ってプレイしてるんですけれども、月月さんの方はキーボードでプレイしていますので、そこら辺もちょっと違いがあります。
で、自分は3回に行きましたね。同じぐらいのタイミングでしょうか。で、3回が、一番、まあ、死ぬことは少ないんですけれども、最短で早く行こうとすると難しい、一番難しい回になります。で、ここ、植木鉢を回り、こう、斜め移動、さっきしたと思うんですけど、これが一番難しい操作になっております。こう、旗から客観的に見ると、客観的に、見てるだけだと簡単そうに見えると思うんですけど、やってみると、なかなか難しいところに、なっております。で、カエルを、扉の向こうに押し合って、で、ここで、4階に次行くところですね。マイナス出てますね。一応、このカテゴリー、1ヶ月前くらいに、外人さん、海外勢に、抜かれて今2位なんですけれども、それを超えるいい記録が今出てますね。で、4回、結構、クリアタイムの半分で4回まで来れてしまうんですね。なので、まあ、5回でその半分を使い切るという感じで。ワールドレコード出たらいいですね。ちょっと。まあ、もう先に行ってしまうんですけれども、イージーモードの RTA で、1回だけ、乱数があるんですけれども、その振れ幅が結構大きくて、一番早い乱数と一番遅い乱数を比べると約8秒違うんですね。なので、ここまでどんなにいい記録でいけてても乱数が悪いと自己ベが出ないっていうことが結構よくあります。なので、結構終盤にお祈りしないといけないっていうのが結構 RTA やる方にとってはしんどいのかなと思いますね。ということで、この後1階のところに暖炉を使って降りていきます。結構まあ、足が遅くなるところがさっきもあったんですけど、ここで失敗してしまうともちろんその分歩くのが遅いのでロスになってしまうので、足が遅くなるところはできるだけ失敗しないようにやっていきます。で、今、イージーモードの、ノーマルエンディングをやってるんですけれども、カテゴリーが、まあ、スピードランドットコムで、があるのに、あるカテゴリーが、4つあって、で、その中の1つを選んだんですけれども、おぉ、マイナス2秒、あんまり見ない。これ、乱数によっては、ありますね。ということで、ということでというか、ちょっと、
この人形のところなんですけれども、人形を持つところと、持ってないところで、移動速度が違うので、結構それに慣れるまでに時間がかかるんですけど、そこを注意して、置いていきます。で、5回ですね。で、今、普通に、斜め移動やってるんですけれども、発売当初は、実は斜め移動がなくて、上下左右の動きだけしかできなかったんですね。発売されて2ヶ月後くらいに、斜め移動が実装されて、っていう感じで、結構、斜め移動が実装される前と後では、ちょっと、そんなに大きな違いはないんですけど、ルートとかが若干変わってたりとかします。で、ここでですね、この先が乱数になってます。悪いですね。一番遅いやつ来ました。月月さんはいい乱数来てますね。これで一気に縮まりました。これで多分、ワールドレコードってか、自己ベないですね。残念ながら。まあ、RTA というのは こういうもんなので。ことで、ここの避け方。前は、青鬼みたいにドアバグみたいな感じで、入れ替わって抜けることができたんですけど、修正入ってしまって、それができなくなったので、今の避け方になってます。で、ここ、暗闇の移動なんですけれども、まあ、魔女の家 MV だと、まあ、休憩ポイントですね。結構簡単にできるんですけれども、逆にというか、フリー版の魔女の家は、この暗闇のところが最難関、一番難しいところになってます。まあ、仕様の関係でそうなってるんですけど、まあ、結構、フリー版と、比べても若干違ったりとかしますね。で、この先、抜けたら、あえて、黒猫に話しかけます。なぜかというと、ちょっとまあ、実況とか見られた方はわかると思うんですけど、ノーセーブっていう言葉を、ノーセーブっていう言葉を聞いたことがあると思います。ノーセーブで、まあ、いけなくもないんですけど、RTA 的には、ノーセーブするときに、まあ、見られるイベントが、RTA 的にはロスになってしまうので、あえて黒猫に話しかけて、ノーセーブの条件を満たさないようにします。で、タイミング的には今のタイミングで話しかけた方が、時間も短縮されるので、そういうふうに今のタイミングで黒猫に話しかけるんですね。ああ、ノーセーブカテゴリーはないですね。この4カテゴリーあるって言ったんですけど、まあ、イージーモードの、トゥルーエンディング、ノーマルエンディング、エキストラモードの、トゥルーエンディングとノーマルエンディングの4カテゴリーが今あります。そうですね、やることほとんど、黒猫に話しかけないぐらいしかないので、あんまり差別化はできないかなと。
で、終わって最後ですね、追いかけっこがあります。え、あ、これもしかして、あ、これはちょっと待ってください、これは嫌な予感が、あ、これですね。違うモードのやつ見てたので、結構プラスついてましたね。で、ここを、まあ、普通に逃げて、で、まあ、あるものを取るかと、まあ、ナイフを取るか取らないかで、トゥルーエンディングがノーマルエンディングが分かれます。で、そうですね。もう終わっちゃいますね。で、次、ビオラが完全に足が止まった瞬間でタイマーストップになります。タイマーストップです。おー。ということで、自分のタイムは14分31秒。月月さんが、14分28秒で月月さんの方が早かったですね。やっぱり、乱数が、こっちが悪くて月月さん良かったので、その差が出てしまったなと。なかなかいい接戦になったんじゃないかなと思います。そうですね、その、海外勢の方が、14分18 16秒が出てますね。で、自分が14分18秒で2秒差ついてます。で、なぜノーマルエンディング選んだかというと、ノーマルエンディングだけこのエンディングロールが流れるんですね。で、このエンディングロール結構自分好きなので、トゥルーエンディングでもいいかなとは思ったんですけど、あえてノーマルエンディングで知らせていただきました。そうですね。実際まあ、今回はメッセージめちゃくちゃ早く飛ばせるので、フリー版は飛ばせないんですけど、MV 版は、飛ばせるので、ほとんど内容とか分かんなかったと思うんですけど、実際に、プレイしてみると、なかなか面白い。いろんな意味で面白いと思いますので、ぜひ、手に取って、プレイしていただければいいかなと思っております。で、まあ、ノーマルエンディングなので、まあ、ハテナがついてます。ということで、じゃあ、はい、じゃあ、あ、そっか。すいません。月月さんに今、通話します。はい。はい。お疲れ様でした。はい。どうでした？いや、ほんと。30秒消えたんで。いやと、乱数的にはどうでした？乱数は2番目に良かったですね。ああ、そうすると、まあ、大体、自分一番遅い乱数引いたので、6秒ぐらい差がついてましたね。ということで、で、最後に、ちょっと声です。すいません。はい。
イージーかノーマル一回クリアすると、エキストラモードっていうのが、あの、MV で新しく追加されて、はい、選べるようになるんですけど、これが、まあ、全然違ってて、別ゲーと言っても過言ではない、ものになっております。で、どのくらい違うかというと、この次、マチェットを取らないといけないんですけど、実は、マチェットがないんですね。もうこっから、違ってます。なので、もう、結構こっからすべて全部の謎解きとかも変わってたりとかしますので、あの、フリー版とか一度プレイしたよっていう方でも、新鮮な気持ちで楽しめるものになってると思います。ということで、はい、そうですね。なんか、月々さんなんかありますかね。いやー、本当に、あの、この後も、もう本当、面白いゲーム、たくさんまだ残っていますので、ぜひ、見ていただければと思います。はい、そうですね。まあ、自分のゲーム、やったゲームは、まあ、20分ぐらいで終わるやつですけれども、今後も1時間超えのゲームがずっと続きますので、まあ、ゆっくり見てってください。ということで、これで、魔女の家 MV の RTA 終わりたいと思います。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。